はい、皆さんこんばんは、ナイルブラボーと申します。バトルテックの実況プレイの続きやっていきたいと思います。前回はなんかの石油プラントみたいなやつを3つな奪取することに成功して、これをきっかけに貴重な鉱石とかを掘れるようになったよな、私たちの軍が。で、今回また亀屋からなんか怖い依頼、防衛戦をお願いされたからこれ受けていく。今度はちょっと秘策があるのよな。さあ、今回はお金を貯めてなんとこのアナイアレイアレイターっていう100トンメック一体用意したよ。攻撃力がマックスなのよこれ。私射撃キャラやからちょっと交換するか。見てよこの走行のパワー、走行値の高さ761と1000やで、むっちゃ高いやろ走行で。攻撃力もゲージマックスやからすごい武装多いのよな。これは楽しみにしてや、みんな。防衛戦ってことやから余計に活躍できるかもな。始まったよみんな、行くで。さあ、今回のミッションは防衛戦だ。何特殊部隊 APC の指揮官到達を食い止めよ。タレットを起動するため全ての APC を排除せよ。全ての攻撃者を破壊せよ。タレットが停止している。あ、停止してる。これを起動させるために APC っていうやつを破壊せなあかんのね。そして、特殊 APC をここに入れたらダメと。なるほど、そうだな。これは多分上にも基地があるってことは上からも来そうだから、こっちの森側に入っとくか。おわっと接敵あたりだね。そうね、迎撃でしょ。迎撃ならちょっとだけ前進して。何、タラス人がコマンド部隊を満載した輸送部隊を投下した。彼らが平行に着いたら負傷兵たちは皆殺しでされます。司令官お願いです、体かけて彼らを阻止してください。あいつも入れたらあかんのね。了解了解。いやー、結構命中率やらしいな。これはセンサーロックで車両の方を見ようか。とにかく車両は入れたらあかんねやろ。おー、なんや、あんた近くに来てくれんのかいな。踏んづければ一撃やから。さよならグッバイ。あーらよ。OK! あと4台。あ、じゃあここの、ここ1台でしょ？ここ1台。HP は405。結構高いなぁ。じゃあしょうがないな。このまま全員で攻撃しよう。さあ、性能を見せてちょうだい。いやぁ、すごい！ 4 発の単発銃撃つんか。あ、やめてー！例えばあなたの顔をよく見てなかったな。新幹線の先っぽみたいな体してるやん。これが100トンメック。でもカメヤが乗ってたアトラスもだいぶいかつかったけどな。撃ちましょう。いくよ。Roger. OK! あと2台、あと2台見つければタレットが動く。なに、新たなタランスの輸送部隊を捕らえました。タランスってことは敵の部隊や。まずい。まずい、ガンナーや。いて防御選んだからね。 60% ダメージをカットする。ミサイルの量、あなた。あと行くない。ガンナーか。ガンナーは良くないね。そして残りの1体の
戦車はどこですか。あ、いた、出た、どっちかや、出た、どっちかや。こっちの方が攻撃やばいからこっち向くか。スレイクにいる APC 来た、こいつだ、こいつよ、こいつよ、こいつを何としても落とさないと。見つけたわよあなた。えい、あー、一発外しちゃダメ。 OK、 これでタレットが起動するはず。お願い、痛い、まずいよ、まずいわよ。さすがに全部を耐えれるほど硬くはないわよ私も。ここは命中率を上げて撃ちましょう。おお、さすが100番メック、攻撃力凄まじい。これでこっちに攻撃が集中できる。来た、司令官、全てのタラース APC が沈黙しました。ちょっと待ってください、すぐにタレットを再起動します。お願い、タレット助けて。ずっこい、ずっこい。それはまずタレット動かしてよ先に。あ、そう、オッチなの、それは無理よ、ちょっと間に合えへん、マジか。まずいって、まずい、タレットが。あ、待てよ、これミサイル届く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 。いや、タレットを倒してくれることを信じて精密射撃で撃ってみましょうか。あれ、あとはタレットにお任せ。あ、よっしゃー、よっしゃー、なんとかいった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 。どうして、今一瞬味方からの動きになったじゃない。タレット動く前にやられてるって。3つ潰れたんだけども、なんてことよ。しょうがない、タレットもうちょっと当てて、タレットもうちょっと当てて。おお、いい、攻撃でお腹にめがけていきましょう。すげえ、 K メックは一発や、さすが100トンメック、優秀、ありがとう。あ、ラッキーラッキーラッキー、センサーロックしてくれた、これで相手の回避率が下がった。はいはいはい、鎮圧スピードは半端ないけど。さあ行くよ、おー、ナイス、こけたらダメよ、もう。お、終わった、やりましたね司令官、あなたは連中を追い払った、そしてあなたは私たち全員を救ってくださいました。私はこの食料が必要とする人々に配給するよう責任を持ちます。よかった、今回はちゃんと民間人守れた。いや、完璧でしょ今回。いや、100トンメックありがとう。名前なんてきな、アナイアレイター、アナイアレイターありがとう、あなたのおかげ本当に。さあな、めぼしいメックもおらんからな。プラス武器ない、うわ、プラス武器もないじゃない。 PPC プラスプラス、これは持ってんのよな、もう。あ、 SM SRM6、 あ、でもプラスプラスプラスか、いいな、プラスプラスプラスならいいかもな。あとはお金になりそうなメックを2台ほどもらって、これもいいか。戻ってこれました。じゃあ早速メック直しに行こう。まずは特になしか。さあ、あとはお店覗きましょうか。もうアウェイソンはいらないんだな。いや、いらないな。ジャイロ、すごい値段。何これ、安定性を回復することができる。あ、0トンってことはタダでもせれんねや。プラス3回避補正、そんなすごいの売ってんの。どうする、買ってみる。いや、でも買ってみようか。
私のお金はほとんど使うけど構わん。そしてそれをこれか、ジャイロ。ジャイロはもしかしてこっちにしか付けられへんのかな。ジャイロ、メックの大容量エンジンが引き起こすってことは、乗っけてる場所があかんのかな。ジャイロ、あーよかったよかった、入った入った入った。なるほどな、入れれる場所決まってるやつもあんのか。なるほどね。オッケー、じゃあ今回の動画はここまで。今回むちゃくちゃうまいこと守れたでしょ。これ民間人も守れたし、あ、汗もかかんでいいな、あ、間違えた、こっちや、間違えた、こっちや。民間人も守れたし、タレットもいくつか守って、しかも敵も全部撃破したと。いやー、でも今回から戦力で朝ラッシュ入った100トンメック、超強い。これをもっともっと強化していきたいわね。というわけで皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。面白かったらチャンネル登録と高評価していただけると、他の動画に私の動画が載る可能性、むちゃくちゃ上がるんで、どうかお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。